茨城県道296号中央停車場線、日立市中央町友部付近、川尻湖線橋方向茨城県道296号、中央停車場線は、茨城県日立市にある JR 常磐線、中央駅と茨城県道、福島県道10号日立岩木線を結ぶ、茨城県の県道である。1959年10月14日、 前身にあたる県道川尻停車場友部線を廃止し新たな路線として、茨城県が県道路線認定した。この当時の路線名称は川尻停車場線であった。1995年に整理番号を296に変更し、2004年、川尻駅が中央駅に駅名を変更と同時に、現在の路線名称である県道中央停車場線に、 名称変更している。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の変更、道路の共用の開始、茨城県法、第375号、PP34?AB、道路区域の変更、茨城県法、第6 8 5人号、P5? ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線廃止茨城県法、公害10月14日より茨城県法、第187号対象12年4月16日、茨城県国地第194号より、県道路線認定茨城県法、公害10月14日より道路の区域決定、茨城県法、 号外10月14日より、道路区域の変更、茨城県法、第6220号、PP56、道路の共用開始、茨城県法号外、第292号、PP23、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、PP82、県道の路線名の変更、茨城県法、 第1543号 P13 道路の区域の変更茨城県法、第2184号 P10 ありがとうございます